よし、なんとか上一体倒しました。うーい、バルカンか、よかった、まだよかった。後ろワイドにか、よかった、あんま食らわない、よかったよかった。ここで負けるわけにはいかない。でどうだ、電流消化来るぞ。ジェノブレイカーの家電流消化どうなんだ。わお、貫通してふわー、火吹いた。2列か、うん、なかなかこのターンでもおそらく無理だろうな、倒せんだろうな。足りないと、待機、接近戦、100、なかなか手強い。よし、やったぞ。ターンでいけるはず、おそらくこのターンでいける。多分ね、多分ギリギリいけると思うけどな。食らうかな。160165、おーし、よしよしよし、オッケー、お、やったんじゃない、おーし、オッケー、よしよし、どうだ、なんだと、ばあ言うのが、テストか。おお、まだまだバトルはあるようだ。本部に来いと。へえ、言うのに戦わせる気か。おお、次はブルーが、初めてブルーが上がった。
確かに。ドラグーンネスト。でかいな、ドラグーンネスト。マジ？おーい。これでいろんなところ行けるよ。こっからいろんなところに行けるよ。そうだろ？今まで行けなかったところに行けるよ。ん？あ、動かせますよ。おい、間違った。ケープシティ、ケープシティか。一応あるかもしれん。すげえ。消費が半端ない。持っときゃ大丈夫だろ。もう他どこある？特に無料武器とかそういうのはないかどうかチェックしないとな。コマンドデッキとかあったりして何もないか。西に行ったところにあると。
よし。なるほど。なるほど。どっかでバトルに勝てと。ちょっと待って。ユーノがパーティーから外れてるんだ。一人少ないと思った。誰入れようかな。誰がいい。シャドウフォックスを前に持ってきて格闘使わせるかな。使わせて、誰を持ってこよう後ろに。どういう構成にするか。パンサーでも入れるか。レイノス。乗せればいいんだ。乗せれば大丈夫だ。まあ使える。何にするか。これで大丈夫だ。よし。
おい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 おお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 おサーガの主人公、王子がいるじゃないか。じゃあ、地形に詳しいジャック、アース、アーバインと仲の悪いアースもいるよ。名前なんだったっけ？おい！ダークジャッジマン？いきなりバトルかよ。そいつは仲間だぞ。サプライズバトル。戦うのか。そいつらは俺の仲間だぞ。ケニヒュルフ DSR を3機トリニティライガーを確認と。こいつら敵じゃないんだがな。結構のダメージ食らわせたぞ。王子のトリニティライガーなんかしたなんかした。おい、ジャックやるじゃないか。おい、すげえ食らった。レジーナだ。そうレジーナ。ターンで終わらせたい。よし、終わらせろ。すまないな、ジャック。戦友たちだからな。だからここは戦わないと進めないと。おい、よーし、倒しました。よーし、おー、いい金だ。14万円。おー、ジェミー上がりました。
で、終わったよ。ところで仲間にならないか？戦う前にお前気づけよ。戦わなくて済んだかもしれん。そうそう味方、ここでサーガワンツーの主人公が出会えましたよ。一緒にお前行かないか王子、この三重士も含めて。そう協力だ。てか後で王子喋ってるよ。サーガではてん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 しか俺見たことないような気がする。喋るんだなちゃんと。おー、アトレイガが可愛いんだったぞ。三重士トリティライガー、おー、レジーナ、ケニヒウルフ、DSR、アースが仲間になった。同じケニヒウルフ、ジャック仲間になったよ。ケニヒウルフ入ったよ。いやー、ここでサーガのメンバーが加わりました。なんか嬉しいね。で、この近くの遺跡、マジ？どこどこ？北？この北上だな。罠かもしれないぞ。どうする？行きましょうと。よし、はい、ニュー。さあ、旧友たちがパーティーに入りましたよ。はい、トリニティライガー、トリニティライガーですよ。200なんてなかなか強いじゃないか。230か。ケニヒウルフ最初からつけてるよ。300か、強えな。 D スナイパーライフル強いね。300あるよ。まあこれ一緒か。30種も入りましたよ。さあトレイ王子レベル14、万能型。ハイレジーナ回避重視、アース攻撃力重視、アーバインと仲が悪い、防御力重視。ジャックはね、タイムワープする。おお、ここか。タイムワープしたときに地形が分かる男だからな。確かここはどこどこの近くとかなんとかかんとかよく分かる男なんだよこいつ。さあ入りましょう。今日はここを冒険して終わりそうだな。もうちょっとレドラーとフォックス上げてからトリニティライガー入れようかな。トリニティなら大丈夫だと。でも一時的だったら入れないかもしれない。はい、ライガーゼロみたいに改造とかできないし、入れてもあんまり意味ないかもしれない。
ティーダーレベル上がりました。シャドウフォックスと HP やばかったな。次は回復を使わないと。やばい、よかった、そんなに食らってない。意味なし。死んでもらったら困るから、回復できねえから。少しずつ攻撃力上がったな。60だったのが上がったよ。ちょっと多少。ああ、宝箱発見。